回の動画はこちら、ワールドレートゲーム。やっと落ち着いてワカサギ釣りに集中できるようになりました。私ね、ワカサギ釣り1回目か2回目なんですけど、非常に簡単です。餌は赤いウジを使って、でこれをですね、この穴にですね、こうして、まあ、水深が5メートルなので5メーターまでピューッと下げます。でこれがそこについたら、ちょっと巻き戻してあげて、はい、これで完了です。あとはこれをちょこちょここういう風にするだけで、ワカサギが食べたら釣れる。そして釣ったワカサギは横の生けすに入れて保管。後に係員が天ぷらにし、お客さんにご馳走してくれる。今入っているのは前のお客さんが釣ったもので、3人同時プレイもこれでできるっていう。全部こうちょっとずつこうやってあげると、今もうだって水中で赤ウジを待って見えるもん、生きてるもんだと思って見えてるから。ワカサギには地上では俺がこうやってやってんだけど水中ではもうワカサギ、おお、なんだなんだなんだっつって。いや、ワカサギもがっかりですよ、これで。大変難しいと言われているワカサギ釣りで、我々に与えられた時間はたったの2時間。急いでワカサギをたくさん釣らなくてはならないが、それから1時間半後。全然来ねえな。寝てます？もうやることないから。言っちゃったよ。トークで繋いでくださいよ。トークで。いやいや、どうせトークしたってカットされるし。いやいや、そんなことないですよ。じゃあ使いますよ。面白いトークがあればそれはみんな使いますよ。面白くねえから、トークが面白くねえから脱いだりしてんでしょ、これ。さっきの。そうそう。いや、めぐさん、マジで一匹も釣れないオチじゃないっすよ、本当に。ないよ。せめてその取れ高としてね、その釣れたっていう映像、ちょっと せめて一匹でいいんで。そうね。この際贅沢言わないんで。復帰早々、13歳も年下のスタッフに説教されるメグウィン。今回の企画ではメグウィン自身にリフレッシュしてもらうことが目的の一つではあるが、かといってダラダラと怠けたメグウィンを撮影し続けるわけにはいかないのである。メグさん、絶対ダメですね。危険ですから。水温かなり低いですし、外はマイナス3度で、もうさっきも散々そんなのこと言われてもね、やるよ俺は。お前これどこまで映すの、これこれお前どこまで映すつもりなの。いや、まあそれは映さない。あ、本当、はい、あ、そう、本当。よし、行くぞ。ああ、滑った、滑った。もう3秒くらいしか入れてらんない、これ。メグさん、頑張って。よし、ワカサギいますって。よし、よし、おい、おっ、あー、これは痛い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 。メグさん、え、メグさん、手掴み取りました。ほら、よし、次行こう。早くここから出て次に向かいたいメグウィン。しかし取れ高ゼロでは絶対に帰りたくないスタッフ班。メグウィンとスタッフ班の意地の張り合いが繰り広げられる中、ワカサギ釣り終了まで残り15分に差し掛かった。その時、あ、今行ったでしょ。あ、来てる来てる来てる。え、来てる来てる。待って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 。え、来てんの。嘘でしょ。おー、すごい動いてる。お、え、お、あー、来た。あ、すげー、釣れた。マジで、あー、釣れた、よかった。取れなかった、取れた。釣れるもんだね。釣れましたね、メグさん。メグさんの嘘のやつと違ってちゃんと釣りました。メグさん、じゃあ俺だってちゃんと掴んだから、それ事実だわ。いやいやいや。
ちょ、一回じゃあね、ここからやろうかな。いや、おい、ずるいぞ、おい。おーしょーい、ありがとう、ありがとう。なんとかワカサギを釣り上げることに成功したスタッフ班、無事に取れ高を抑えられ満足していると、係員からワカサギの天ぷらの差し入れをいただけることに。揚げたてホックホクのその味とは。揚げたてです。いただきます。はい、うまっ。うまいっすか。いや、なんかあるじゃないですか、いろいろ。あ、美味しいとかまずいとか何も感じない。いや、表現がどっちなの。何も感じないって何なんですか。無、無、無。いやいや、ちょ、待って、おかしい、おかしい。美味しいんですよね。食べてるのに無。ダメダメ、無、無以外のコメントしてください。本物仕事に違う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 、本物仕事に繋がる。俺も言いたい、美味しいとか言いたいんだけど。美味しいって言ってください。無。いや、悪口ですか。悪口ですか。悪口じゃない。いやいや、ちょ、食べてみ。いや、食べてみ。ムーとかじゃないでしょ。ムーとかじゃない、食べてみ。いやいや、そんな、だってこれ食べてみて、ムーおかしいでしょ。あ、ムーで、ムーでしょ。いや、美味しいは美味しいんだよ。美味しいは美味しいんだけど、味ムーなの。ムーじゃないっすよ。いや、ムーじゃ、ムーだよ。いや、ほのかにちゃんとワカサギっぽい味したじゃない。ほのかだろ。いや、ほのかちゃんとしましたよ。じゃ、ちゃんとはしてない。それを表現してほしいっすよ。ムーだよ、だから。ムーっていう表現をやめろっち。じゃ、ち、引っ張り出し、ボキャブラリー引き出し。これは食ってもらわないとわかんないから。いやいや、今後この人に食レポの仕事はやめておこうと判断したスタッフ。メグウィンの味覚のなさのせいでほぼほぼ伝わりづらかったが、臭みもなく、揚げていただいたワカサギ天ぷらは非常に美味しくいただけました。メグウィンに今回の釣りでかかった料金を支払わせ、かかった金額は1人4500円になるため、残りは21,594円。そしてその後、3人は札幌に戻り、スミレで味噌ラーメンを注文。この時にかかった金額は850円、残りは27,444円と、まだまだ余裕が残っている。ここで3人は明日のいいね数獲得のため、本日撮影した映える写真をツイッターへ投稿することに。味になりましたんでね。はい、小鳥タイム。はい、ね、じゃあつぶやきますよ。マイナス10のハンナチャンプで気持ちいい、マジで。いや、もう、でもいいですね、僕好きですけどね。これいい、これいい、これ映えてるから。これ好きっすね、映えてますし。これは映えてるよ。雪っていうのも分かりますしね。ということで、まあまあ、まあ、今日も味噌ラーメン美味しく食べまして。マナーですよ。札幌の隣何とか知ってる？何ですか？スズキンでしょ。眠らない街、すすきのに行きたいと言い出すメグウィンは、早速札幌市内にあるホテルを抑えることに。初日に泊まるホテルの料金は3900円と格安なため、残った金額は16,844円と、まだまだ余裕がある。すすきのボルケーノ、まずはジンギスカンを食べたいとのメグウィンの言葉通り、スタッフは急遽ジンギスカンの美味しいお店へご案内。はいよ、はいよ、ありがとうございます。です、です。これを開けてのね、はい、これは開けてのはい、開けての生ラムね、生ラム焼きの、そうそう、生ラム焼きの栃木のバカリズムさん、謝ってる。これはタレにつけて食べるんですか。はい、タレでございます、はい、特製ダレにこうつけまして、あ、香りがラムからの、ラムうまくなる。次から次へと運び込まれるラム肉。お肉大好きおじさんとしては目が離せない状況に。このリブ、リブな、この骨のところが一番うまいんですよ、肉って。この肉のこの骨についてる部分が肉ではうまいんです。はい、これをこうやって食べるのが2の中の2オブ2、わかります？2オブ2、2バイ2は地震のやつだからね。2オブ2。はい、ダンソンはあのツッコミはできない。おっと、おかしい、おかしいだろ。教育しろよ。いやいや、
こっからだからね、ラムチョップはこっからだから、こっから本番だから、ね、こっから、ここだからよ、シン。うまい。サンキュー、サンキュー北海道。最後、何も食べてなかったね。まんま出てきた。そのまんま口から出てきたって今。じゃあじゃあしゃぶった。じゃあじゃあしゃぶ。そのまんま口からピョンジョーンって出てきました。エキスを吸ったんだよ。エキスを吸った。エキス吸ったん。それ言っていただかないとみんな食べたって。わかんないわかんない。出しただけだ。ただ口入れて出しただけなんで。もう一回吸ってください。もう一回吸ってください。もう一回、あ、ちょっとこれを。あ、肉食べてる食べてる食べてる。いや、そのまんま誰が見たいんすか、おっさんが口に入れたやつ出し入れてる。エキス吸ってんだって。ジンギスカンを楽しんだメグウィン、料金は 13,440 円ではあるが、3人で食べたため1人当たりの金額である4,480 円を支払う。そのためメグウィンに残った金額は全部で 12,364 円となる。お金を十分に残したメグウィン、夜も遅くなり残り少ない時間でこれ以上の撮影は難しいと思われるが、なぜメグウィンがススキノを指定したのか。ここでメグウィンの行動が少しずつ怪しくなる。じゃあもう今日はたくさんご質問いただいたということで、もうまた明日に向けてね、そうホテルに戻って、うん、ゆっくり休むということでよろしいですね。そう、俺はあと来ないでね。でいや違う違う、だから抜けるなって。え、そのどこ行く気なんて、え、残りのそのお金まだ残ってるじゃないですか。いや残ってるよ。それはこ撮影でこれからまたどっか行くんですよね。いやそれもえ撮影違う、だからもうほらもう10時過ぎてるしこっちも急ぎだから急ぎ、いや、まあ、急いでないよ、急いでないけど急いでないけど、こうね、じゃ帰る帰る、一回帰る、あ、じゃあ帰りましょう、一回帰る。だからもう募集でいいんですね、残りのお金は。そうだ、先帰ってくれる、ね、一回先帰る。いや一緒に帰る。いや一緒に帰る、もちろん一緒に帰る。じゃあ、じゃあで明日は募集すればいい。オッケーオッケーオッケー。あ、わかりました、ね、じゃあそれで、それで。いやそんな変なことでね、そんな違うことにお金使われるんだ。ね、企画としておかしい。そうそうそう、とりあえずお金募集でいいわ。わかりました、じゃあそれで一旦ホテルに、うん、一回ホテルに戻ろう。わかりました、じゃあ一旦ホテルに。よし、じゃあ先行こう。じゃあごちそうさまです。ちょっと先行こう。ちょっとタバコ吸ってくるか。いや、あなたタバコ、あなたタバコ吸ったの前。あ、ごちそうさまです。じゃあ、あなたタバコ吸った。先行くわ。先行くって、そって吸ってるから。え、そこに立ってるんですよね、そこにいるんですよね。うん。じゃあ我々もじゃあ、ちょっとすぐ行きますけど。スタッフを置いて先に店を出るメグウィン。しかし、これがメグウィンを映した最後の姿であった。慌てて追いかけるスタッフ班であったが、その場にメグウィンの姿はない。いない、いない。夜の街すすきのでメグウィンは忽然と姿を消した。急いでメグウィンに電話をかけるスタッフ。しかし何度かけても全く出る気配がない。かけ続けること数分、ようやくメグウィンとつながることができた。もしもし、メグさん、メグさん今どこにいるんすか。しかし今どこいるんすか。ああ、そのままホテル帰って、いや違う、いや、そのお金は、お金は何言ってんすか、メグさん。ダメっすよ、ちょっと。あ、もしもし、もしもし、ダメ、繋がんない。一体メグウィンの身に何があったのか。ワールドレートゲーム in 北海道、1日目終了。メグウィン無事に生還。勝手に行動したでしょ昨日、あの後。まあお金使わないといけなかったから。いやだから言ったじゃないですか、ちゃんとカメラの前でやんなきゃダメって。いやそんな変なことってね、そんな違うことにお金使われるんだ。そねえ、企画としておかしい。そうそうそう、撮影してないじゃないですか。しました。いや、したの。心のメモリー。いや、そどこのメモリー残してるんですか。
いや、返してくださいよ。あまり。いや、もう、いや、もう何この小銭の音。なんだよ、これ。コーヒーでも買えないよ。いやいや、うるさい、やかましいですわ。コーヒーでも買えないよ。でも、いいじゃん、もう。いや、昨日のことなんだから、もういいじゃないですか。何開き直ってんすか、本当に。いい大人が。200いくら残して。いや、使えってミッションなんとか使っただけだからさ。いやいや、どっちみち取られる金だからいいじゃん、別に。言い訳は甚だしいですよ。いいでしょう、使ってもいいでしょう。まあ、でも今日もやりますけど。あ、今日もやるよ。ダメですからね、こういうのは。金くれよ、もう最後。いやいや、ちょっとおかしい、頼み方がおかしくなっちゃってる。次回のワールドレートゲームは、ついに2日目へ突入したワールドレートゲーム in 北海道。札幌市内を巡っていく3人であったが、小樽でなぜか大激怒するメグウィン。万が一の手紙でしょ。 そしてまさかの展開へ番組が国際化。リミッターを外したメグウィンが大大大暴走。頭痛い、あ、お腹痛い、お腹痛い。次回1月25日配信。今日は続きのなしです。え、自腹で行くわ。そしたらそれも嫌なんだよ、本当は。